のグラノダイブというルアーね、ダイビングペンシル、全長が175mm で、もともとこのルアー、作る上で、一番に挙げたことテーマ、この細身っていうことですね。飛ぶ時の空気抵抗というのがずんぐりしてないので少ないんですよ。狙ったポイント、潮目の、寄れてるあたり狙いたいなっていうような場合がよくあると思うんですけども、そこに向かって投げやすい。磯から使うんでね、足場の低いところもあれば高いところもありますし、そういった中で竿が硬かろうが柔らかろうがダイブさせやすくできております。そこだけ本当にこだわりました。今回そのウェイトが後方ということもありまして、通常浮いた時の姿勢ですね、垂直、ちょい前ぐらいですかね、これによって潜りやすくなる。ダイビングさせた時に、この左右にボディが振るんですけども、その時の波動を大きくするということですね。それはイコール何かというと、やはり広範囲の魚に対してアピール力を持つということですね。固定重心移動しない分、この中のフラッシュブースト、これの面積を多く取れるんじゃないかと。ダイビングさせて浮上するときに一旦止まりますので、その時に少しでもアピールになればということで、幅広い面積で、フラッシュブーストをセットすることができました。使いやすい、そして使って楽しい、で長く続けられる、そういうルアーを作ろうやないかということで、ずっと切磋琢磨したので、本当にこれできてよかったなというふうに今になって本当につくづく思いました。